こんにちは、 UD エクスプレンセンター石田です。本日は大型トラックの特徴である死角についてご紹介をしたいと思います。今日もお手伝いいただくのは UD トラックスのエキスパートテストドライバーのお二人です。運転手役は山本さん、歩行者役は後藤さん、お二人にご協力いただいてます。よろしくお願いします。ドライバーを担当します山本です。大型トラックの死角を歩行者、ドライバーの目線から確認したいと思います。よろしくお願いします。歩行者役の後藤です。よろしくお願いします。それぞれのポイントでドライバー、歩行者から見えるかを確認します。死角、ドライバーから見えない場所。3番、車両右前方死角。車両右前方は子供の身長だと見えません。ミラーでも確認できません。歩行者からもドライバーを確認できません。10番、車両左前方死角。左側直左窓から確認できます。直左窓が塞がれていると見えません。荷物を置かないようにしましょう。歩行者からドライバーは見えません。7番、車両後方死角。後方より歩行者が近づいてきます。バックモニターに映る範囲のみ確認可能です。バックモニターが故障していたら完全な死角になります。必ずバックモニターを点検しましょう。間接視界、ドライバーがミラーで確認しなければならない場所。2番、車両前方間接視界。アンダーミラーを見ると歩行者を確認できます。アンダーミラーでドライバーを確認できます。5番、6番、車両右側間接視界。右ミラーで歩行者を確認できます。5番の位置です。ミラー越しにドライバーの顔が見えます。8番、9番、車両左側間接視界。左側のミラーで歩行者を確認できます。8番の位置です。ミラー越しにドライバーの顔が見えます。直接視界、ドライバーから直接見える場所。4番、車両右側直接視界。正面を見ていると見えませんが、右を向くことで直接確認ができます。ドライバーの顔が直接確認できます。1番、車両前方直接視界。正面を見ていれば歩行者は容易に確認できます。アイコンタクトも取れます。ドライバーの顔が直接確認できます。夜間の視認性。40メートル先の横断歩道に白い服装と黒い服装の人が立ってます。日中ははっきり見えます。白暮になると黒い服装はかなり見にくくなります。ハイビームにしても黒い服装は見えにくいです。夜間はロービームだと40メートル先を確認できません。ハイビームだと歩行者を確認できます。横断歩道までの距離を100メートルに伸ばしました。ロービームでは何も見えません。ハイビームにするとかすかに白い服装の歩行者とリフレクターが見えます。黒い服装の歩行者は見えません。歩行者にリフレクターを複数装着しました。ハイビームにするとリフレクターが目立ちます。大型車両には死角があります。ミラーを有効的に使い、歩行者、自転車、バイクの確認をしてください。服装の色によってドライバーからの見え方は違います。
ライトを切り替えることにより歩行者の確認を行ってください。ご覧いただきましてありがとうございます。この動画が気に入った場合は友達とシェアしてください。また UD トラックスのソーシャルメディアチャンネルに登録することもお忘れなく。なお動画についての質問やアイデアがある場合はコメントセッションでお知らせください。ありがとうございました。